中小企業診断士の岩岡弘則と申します。今回はお金を借りる融資窓口編ということでご説明をさせていただきます。融資を受けたいと思っても悩みって尽きないと思います。そもそもどこに相談に行けばいいかわからない。どこの金融機関に行けばいいのかわからない。お金を借りることってなんか敷居が高そうだな。窓口がたくさんありすぎて、わけがわかんない。こういうような悩みは本当に多いです。まず大きく分けて相談できる金融機関は2つあります。1つ目が政府系の金融機関です。代表的なものに日本政策金融公庫、それから商工中金というものがございます。もう1つは民間の金融機関、いわゆる、何々銀行、何々信用金庫、何々信用組合といったところでご相談に応じることができます。ただ、この銀行、信用金庫、信用組合は、そこだけで相談に応じるのではなくて、信用保証協会と連帯して相談に応じることが多くなっております。それではもう少し詳しく説明してまいります。まず政府系金融機関に関するご相談です。例えば日本政策金融公庫の場合、相談窓口は日本政策金融公庫そのものになります。これから創業する方、あるいは個人事業者、あるいは小規模な企業様でもですね、相談が可能となっています。まずはお気軽にですね、お電話をしていただければというふうに思います。事業資金相談ダイヤル0120-154-505、こちらが共通の相談窓口になっています。ちょっと前までは、実際に日本政策金融公庫の支店の方に行って相談すればよかったんですが、最近では新型コロナウイルス対策として、なかなか対面が難しくなっているというところがございます。3密にならないためにも、動画で案内をしたり、平日来店予約をしたり、郵送申し込みをしたり、インターネット申し込みをすることができます。特に最近では、非常に相談が殺到しているというところもありますので、こういった4つの方法を用いて、ご相談していただければというふうに思います。民間金融機関、または信用保証協会で相談するということに関してはどうでしょうか。これは大きく2つに分かれます。まず、すでに銀行や信用金庫、信用組合といった方と接点のある方、過去に民間金融機関で融資を受けたことがある方、こちらにつきましては、すでにその実績を持っている、接点を持っている銀行、信用金庫、信用組合にご相談いただければというふうに思います。いや、なかなかそういった融資の経験もないんだよね。民間の金融機関に行こうと思っても、どこに行けばいいのかわからない。そのような方につきましては、信用保証協会の方に問い合わせていただければというふうに思います。こちら、都道府県等の信用保証協会となっておりますが、例えば事業所が東京であれば、東京信用保証協会に相談をするという形になります。こちらは東京都の場合の民間金融機関の例でございます。東京都の場合、こちらに書かれている銀行、信用金庫、信用組合、こちらをご覧いただければというふうに思います。もしチェックをする場合は、この画面を止めてご覧ください。こちらは、信用保証協会に相談する場合の項目でございます。例えば、東京信用保証協会の場合は、創業者や個人事業者、
小規模企業でも相談は可能となっています。新型コロナウイルスの影響などで初めて協会に使う方専用ダイヤルがございます。03-3272-3168 となります。通常の融資の場合は各支店で相談を受けたまわっています。インターネットで東京信用保証協会で検索をしていただければというふうに思います。なおご注意があります。東京信用保証協会は東京都制度融資によって運用されているところであり、保証をするところになります。従いましてお金を貸してくれるところではないというところです。あくまでもお金を貸してくれるのは民間の金融機関、銀行、信用金庫、信用組合になります。なおご参考の話になりますが、商工会商工会議所、区役所市役所が窓口になる制度もございます。また商工会商工会議所につきましてですが、そこで行っている経営指導を受けている小規模事業者などが経営改善に必要な資金を無担保無保証でご利用できる制度もございます。専門的になりますが、正式名称小規模事業者経営改善資金、通称マルケイ融資というふうに言いますが、こちらの制度を使う場合は商工会商工会議所が窓口となります。次に区役所市役所などが窓口になることもあります。区や市などの役所が窓口になって信用保証協会付き融資を受ける制度もあります。支払い利子の一部を負担してくれるような役所もあります。すなわち低金利で融資を受けられると、そういう制度も用意しているというところになります。また新型コロナウイルス対策融資については、信用保証協会付き融資を受けるときに役所が窓口になることもあります。詳しくは各役所の代表番号に連絡をして事業融資窓口をお願いしますと伝え、どのような支援を行っているか聞いてみましょう。以上でご説明を終了します。個別の相談については東京都中小企業振興公社の相談窓口をご利用ください。ご清聴ありがとうございました。